教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。春になると気候も暖かくなり、頭のネジが緩んでしまう。ダメな人が増えてしまいます。時には露出狂であったり、時には規制を発する人だったり、時には誘拐犯であったりと、その形は多種多様に及びます。今回はそんな春の陽気に当てられた頭の緩い人が逮捕されたことについて紹介します。事件が起きたのは2023年4月24日の札幌市にある地下鉄大通駅構内でした。一人の男性が右手にナタを、左手には一升瓶を持っていて大声を上げていたといいます。その男性は近くに置いてあったカバンなどを蹴り飛ばしたり、近くにいた人に対して、ぶっ殺してやるよ、来いよと叫んでいたことも確認されていました。ひとしきり暴れたところを警察が取り押さえて、そのまま銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。器物損壊罪などもあるでしょうが、それ以上に明確な銃刀法違反での現行犯逮捕に踏み切ったのだと思われます。幸いこの事件での負傷者はいなかったとのことです。犯行当時の映像がネット上に上がっていたので、そちらを流そうと思います。まあ、頭のネジがかなり緩い人なんだろうなという印象です。当時男性は酒が入っており、どうも辻褄の合わない供述を繰り返していると警察が話しています。その他に男性についての情報は、当時駅にいた通行人曰く、取り押さえられた際には、俺は酒の悪魔だ、デビルハンターを呼んでこいと、チェンソーマンに出てくる悪魔という存在であると自称して、自分を倒したいなら悪魔を倒す存在である、デビルハンターを呼んでこいと叫んでいたとのことです。正直ディアブロはチェンソーマンについてはミリ州のため、説明が正しいかについては保証いたしませんが、それでも酒の勢いとはいえ、フィクション世界の存在であると自称するのはいかなものかと思います。ちなみに逮捕された男性の名前は石川リゼというそうです。年齢は26歳の無職だということも公表されています。まさに無敵の人状態だったのではないかとも推測できます。それはさておき、アニメや漫画などが好きなディアブロとしては、規制論が強まってしまいそうな今回の事件について看過できないなと思っています。以前、岸田文雄首相襲撃テロ事件の犯人である木村隆二容疑者についての報道の中で、とあるライトノベルを愛読書としていたという話をしましたが、その作品についてもベストセラーとなっていた作品であり、チェンソーマンについても人気の高い漫画のため、読んでいてもおかしくはないのですが、実際にその作中にある架空の存在になりきっていることを自分の妄想の中で押しとどめておけないのは、酒のせいというよりも当人の人格に難があるのではと思います。なので作品自体にヘイトを向けることだけは決してしないでほしいかなと思います。作者や他のファンの方もこうした人物については迷惑極まりないと思っていますでしょうし、今回犯罪を犯した石川リゼ容疑者ですが、 YouTube に動画も投稿していたようで、YouTube ショートにて2023年4月24日と題名をつけて、俺は酒の悪魔だ、酒でお前らをぶっ殺してやるよ、酒でぶっ殺してやるのこの野郎などと中二病丸出しの発言をしていました。おそらく事件を起こしたということは、根底に何が何でも注目されたいという承認欲求が存在しており、理性がお酒が入ったことにより緩んでしまって、実際に行動に起こしてしまったのだろうと思います。本人自身こうなるとは予測ができていなかったのでしょう。他にも動画を投稿しているので、ディアブロも取り上げた岸田文雄首相襲撃テロ事件についての石川リゼ容疑者が解説している動画を見てみたのですが、ディアブロが言うのもなんですが、時事系の話題を取り上げるには少々情報収集能力、話の構成の仕方が甘いのではないかと思いました。しかも解説と言っておきながら、岸田首相が無事でよかった、安倍晋三氏の事件があった直後にということだけであり、どういう流れで起きたのか、その後の負傷者などの情報など、解説というところでは欠かせない情報が出ていませんでした。ディアブロも当日に出した動画では負傷者がいないと言いましたが、その翌日、今話題にしている動画が投稿された日ですが、その時には負傷者の情報も出ており、他にも岸田文雄首相がどうして演説を続けるのかなど
2分では到底収めきれない情報が錯綜していたのにもかかわらず、先ほど話したような内容はなく、岸田首相が無事、安倍晋三氏の事件の直後の同じ事件ということだけを取り扱った動画を解説としていたのは、時事系を取り上げる人間としてはダメな見本だなと思いました。ディアブロの動画もダメな典型ではありますけど、あれよりかはまだマシであると自負しています。考えが甘いという点では無敵の人になってしまっていたのもおかしくはない状態なのかなと思います。他の動画に関してもセレッソ大阪所属の進藤涼介選手にいじめられていたという動画も話題となっていますが、一応そちらも20分ありましたが 1.75 倍速して拝見させていただきました。もしも内容が本当なのであれば大変なんだろうし、訴えるために本名活動をしているのかなとある程度理由は推測できましたが、マスコミに大々的に取り上げられたくないなら金払え、主観に基づく情報による名誉毀損になり得てしまうかもしれない。そうしたことを考えると、大衆を巻き込んで J リーガーをいじめていることと同様のことをしようとしていると言われてもおかしくないのではと思います。報復行為は許されるべきだという主張もわかりますが、本当に悩んでいるのであれば感情よりも司法判断に任せるべきであったとディアブロ自身は思います。自分に正当性があれば示談金や和解手段などもあり、社会的リスクを最低限に互いに抑えられたのではと思います。メディアにも報道については解決したので、遠慮してほしいと頼めばおそらくは何事もなく穏便に物事が済んだのではないかと思ってしまいます。あと駅で暴れていた理由については、思ったよりも該当動画での賛同が得られず、おそらく進藤涼介選手当人にも届かず自前で無敵の人と化してしまったからなのではないかと推測します。とはいえ、やってはいけないことに変わりはありませんけれども、いかがでしたか。今回は札幌市大通駅でナタを持って暴れていた石川理瀬容疑者について紹介しました。過去にあった出来事が本当なのであれば多少の同情はしてしまいますが、それでもやり方として正しいとは言えないと思いますし、実際にしでかしてしまったことについて世間的に許すかという話になると違うと思います。とはいえ、昨今話題となっている精神鑑定などにおける責任能力についてはないと判断される可能性はあるのではないかと思ってしまいます。それはさておき、ディアブロ自身が石川理瀬容疑者について一番気に食わないのは、進藤涼介選手の告発をしている動画で人形に話しかけているのが精神異常者と話しているということで、 IT 業界などではよくラバーダッキング呼ばれる思考整理方法なのですが、クリエイターとしてもよくやることがあります。小説やこうした記事などを書いているとディアブロ自身もよくやります。どこからまとめてどこを広げていくのか、そうした手法があるのに、それについて人形に話しかけているから精神異常者だと主張しているのは本当に気に食わなかったです。最後に、今回は終始個人的感情で物事を話して、ソースについて提示がなかったことについてお詫び申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。